全日本バレーボール高等学校選手権大会、通称春の高校バレー、バレーボール甲子園とも呼ばれる高校バレーボール大会の中でも最も注目度の高い大会、その激戦区である東京予選、およそ180校を勝ち取れるのはわずか3校のみ。スタートのボレーで攻撃へとつなぐ球技である。